私たちのこれはお肉なんですけど、はい、お肉、バラ肉、ロース肉で焼かれていいですね。ご飯は大盛り普通にどうされますか？あ、大盛りもらっていいです。大盛りで、はい、こちらに火加減は調整されていいです。強火のままで焼かないように中火ぐらいがいいですね。まあ、このぐらいがいいですね。はい、焼かれていいですよ。
いやー、うまかった。今日初めてこの島の飯屋に行ってみたんですけど、めちゃめちゃうまかった。イノシシ肉って食べたことあります？結構あれ食うとなんかね、まあ臭いんですよ、イノシシ肉とか鹿肉とか。だけどあの店のイノシシ肉はね、全く臭くない。あの一回こう肉をね、鼻の方に近づけて嗅いでみたんだけど、それでもね全く臭くなくて、会計の時に女将さんに、あのなんでこんなに肉臭くないんですか？聞いたら、なんか処理がいいとか、肉を薄く切ったりするとか、あとまあ切るときに、あの臭くない部位と臭い部位があるから、臭い部位は逆に出さないとかね言ってたけど、ワンチャンこれ店入ったときにそのおかみさんに YouTube 撮っていいですか？聞いたから、あの気使って、あの臭くない部位を出してくれたのかなってちょっとありますね。でもにしてもね、最高だった。てかさ、俺初めて飲食店で撮影したんだけど、結構恥ずかしい。あの他にもお客さんいるわけだからさ、めちゃくちゃジロジロ見られる。何言ったの？しかもこの島にさ、YouTuber なんてさ、いないわけだから全然。そりゃ目立って目立って恥ずかしかったね。まあでもあえて変なリアクションして周りの反応を見てみるっていう実況ですよ。実はね、あのこの島に また行ってみたい店とかちょいちょいあるから、またね動画に行きたいなと思います。じゃあまたな。